オリビア・カルポは、アメリカ合衆国のモデル、女優。2012年、第61回ミス・ユニバース世界大会優勝。1992年5月8日、ロードアイランド州プロビデンス軍クランストンに生まれる。父ピーターは、パリッシュカフェやザ・ロワー,ーデプスタップルームを含む、ボストンのレストランの共同経営者。母スーザンは5人の子を産み、オリビアは、第3子である。 イタリアのルーツを持つが、母方は、部分的に、アイルランド系である。クランストンのエッジウッド地区で育つ。プロビデンス郡、イーストプロビデンスのストリート、メアリーアカデミー、ベイビューを経て、マサチューセッツ州ボストンのボストン大学に進学。2010年、ボストンのモデルエージェンシー、マギー、インクと契約。2012年、ミス、ロードアイランド USA で優勝。 2012年6月3日、ミス・ u s a 2012で優勝。2012年7月6日、クランストン市長アーランファンは、彼女の名誉を称えて、市のカギキー・ツーザ・シティを贈呈した。2012年12月19日、ネバダ州ラスベガスで開催された、世界大会で優勝。ミス・ユニバース2012となる。2013年1月、3週間の日程で、 インドネシアを訪問。2月1日、ジャカルタで、ミスユニバースインドネシア優勝者を体感。また、国際連合人口基金主催の HIV に、関するインドネシアの若者のディスカッション、そして中インドネシア米国大使館の文化施設、アメリカ主催の若者のプレゼンテーションを司会する。2013年8月25日、クランストン市議会は、 市内のアルベルトアベニューの別名として、オリビア・カルポ A を追加すると、全会一致で可決。ただし、各種緊急対応システムの都合上正式名称は、従来のまま。2013年9月10日、ニューヨークで、シェリーヒルのファッションショーを見学。9月27日から10月6日までインドを訪問。タージマハルでの商業撮影が、問題になる。インドでは、 考古学的に保護された記念物の敷地内での商業活動は禁止されている。インド考古調査局は、オリビアと関係者らに対し飛行場報告の届け出を要求するつもりだと報じられた。ただし、現地警察の手落ちによりこれら一連の行動を未然に止めることはできなかった。2013年11月9日、ミスユニバース2013で公認者を退官。 ミスとしての役目を終える。2017年8月、父ピーター・カルポ、いとこ女子カルポと共に、ロードアイランド州ワシントン郡、ノース・キングスタウンにバック40というレストランを開業。2018年、スポーツ・イラストレーテッド・スイムスーツ移集に掲載される。ロレアル・トキープリングのモデルも務める。映画テレビ両親は元ミュージシャン。その足跡をたどり、 彼女は2学年からチェロを習う。ロードアイランドフィルハーモニックユースオーケストラ、RI フィルハーモニックチャンバーアンサンブル、ベビューオーケストラ、ロードアイランドオール、ステートオーケストラに参加し、ボストンシンフォニーホール、カーネギーホールで、楽団員の席を占めたこともある。歌手のニック・ジョナスと2013年から2015年まで、交際。2016年頃、アメフト選手のダニーア・アメンドーラと交際。 2018年破局、ありがとうございます。